田中茂谷3月30日から1993年2月25日は、日本の出版実業家、廃人、衆議院議員。画号は茂谷、田中康介の長男、長野県長野市に生まれる。1926年、旧姓長野商業学校卒業、父業を継いで第一放棄出版社長となる。1950年、 全法令を網羅した現行法規相欄全100巻を出版して行政関係者質尾の書との成果を得て1953年から日本の古今の全裁判令を網羅した判例体系全300巻を刊行した。さらに一般書籍まで出版を広げ美術書、公悦、歴史書、日本政治裁判史録は毎日出版文化賞特別賞受賞。 1946年の第22回衆議院議員総選挙に出馬し初当選。1951年には衆議院電気通信委員長に就任し、電信電話交社法の制定を推進、テレビ放送の7メガサイクル6メガサイクルの調整役を果たした。その他、長野県経営者協会会長、日本ユネスコ協会国内委員、日本電話協会副会長、 長野県印刷業協会理事長、全日本印刷工協会副会長、長野県観光開発審議会会長、長野放送取締役などを歴任した。1970年ラ寿ジ放送、1978年君に東水放送受勲。廃人としては苦衆、土を、恋婦や、僕の花がある。ありがとうございます。